ますね。はい、大丈夫ですね。はいはい。あれ、1個でいいのかな？戻っちゃいました。なんとコミカルな動きで戻りましたけれども、はい、こちら陽子湾に、名前の通り中国の陽子という川の流域のため池ですとか陽水のそんなところに住んでいる小型のワニです。最大でも2メーター弱、大体 1.5 メーターから2メーターくらいの小型のワニですね。ご覧の通りこちらも大人ですので、まだ食べる。あ、そう。はい。でこちらの陽子ワニですね、大変気性はおとなしい、出てきの荒くないワニで、中国でも人を襲った記録も残ってないというくらいおとなしいワニでもあります。で実はワニの中で唯一温帯といってですね、春夏秋冬四季のある地域、日本と同じですね、に住んでいるワニでもあります。他のワニ、世界中に今20数種類ワニがいるんですけれども、他のワニはみんな熱帯、または亜熱帯といって一年中暑いところにいるんですが、こちらの陽子ワニだけ温帯、春夏秋冬四季のあるところにいるワニでもあります。ですのでね、冬になると冬眠します。横穴の方と奥の方で冬眠するんですけれども、冬眠をする唯一のワニなんですね。でこちらの陽子ワニ、一時期にですね、とても数が減ってしまって絶滅の危機に瀕していました。まあ、やはりあの自然破壊、住んでるところはね、どんどんなくなっていく自然破壊が主な原因なんですが、実はタニシが大好物で、まあ、私も時々タニシあげるんですけれども、そのタニシ捕まえる取るときに、このワニが田んぼに入って稲踏み荒らしてしまうということで、お百姓さんにとても嫌われてたそうなんですね。で見つかると殺されてしまったりということもあって、一時期とても数が減ってたんですが、あの中国という国、結構ね、野生動物、自分の国の野生動物の保護、繁殖に力を入れるという国でもありまして、パンダなんかそうですね、繁殖センター作ってますけれども、この陽子ワニの繁殖センターも作っちゃったんですね、保護センターを。で、人工繁殖に大々的に取り組んだ結果ですね、今では数が1万頭くらいまで回復したということで、順調に数が増えてそうです。で2003年からですね、その増えたワニを、陽子ワニを野生に戻す取り組みも行っているようで、2007年にはその2003年に野生に戻した陽子ワニが卵を産んで赤ちゃんが生まれたのが確認できたということで、順調に野生復帰も進んでいるようです。残念ながらね、野毛山動物園でこのメスの1頭しかいないので、今繁殖ができないんですけれども、もしオスの陽子ワニが生えたようなことがあれば、ぜひ野毛山動物園でですね、繁殖を行ってみたいなというふうに思っています。あれ、まだ1個加えたままですね、もういらないの。